したか。真実を言って何が悪い。ああ、邪神教はおかしな宗教呼ばわりかよ。これはもう大罪だ。謝っても許されに。邪神様、見ててくださいよ。あの愚か者をすぐに潰してあげますから。いい殺気出すじゃない。面白い。潰れろや、この無神論者が。やっちゃったの？いいえ、生きているようね。ってなったく。決まりね。これであなたは暁入りよ。つうか、さっきも言っただろう。俺は殺戮だけできればいいんだよ、ずっとな。それは無理な話。考えなしにただ暴れ回っていれば、いずれ五大国から指名手配され退路を断たれてしまう。死にはしなくとも封じられてしまえば、大好きな邪神様に家を捧げることもできなくなる。けれど我ら暁に入れば、身を守りながら行動することができる。あなたの行動も継続することができるわ。それに暁にはあなたのセンダスとなる者がいる。いろいろためになるんじゃない。俺の誰だそりゃ。あんたも不死身だったのかよ。うん。さて、そろそろ答えを聞こうかしら。あなたはこれからどうする。わかったよ。入りゃいいんだろ、入りゃ。交渉成立ね。あなたを歓迎するわ、ヒダン。よろしく。こんなことになるなんてな。人生わかんねえもんだぜ、ほんと。